登ります。100万人まで頑張るぞ。ミッター暁には宇宙に行きます。ピンポン、セーブ諸君にお知らせがあります。 YouTube の説明欄 X などをチェックしてね。音楽の配信、イラストなどがあります。どう Hey man、 オーラの格好見てくんなまっすー、なますい。はい、よろしくお願いします。今日もフラッシュバディやっていきたいと思います。あ、 UFO が飛んでる。お元気さまです。はい、よろしくお願いします。フラッシュバディ普段時事ネタをさせていただいてます。うん、今日の時事ネタなんですが、うん、e スポーツとは何でしょう。うん、さあ、お願いします。プロゲーマーたちの集うやつe スポーツってもう全てのゲーム、まあ娯楽だったりとかね、スポーツ体感のあるような格闘ゲームとか、ぷよぷよ、まあぷよぷよも e スポーツあると思いますよ。はい、ゲーム全般で、うん、なんと専門学校とかもあります。ゲーム好きが集まる高校みたいなあるんですね。うん、でまあその高校で学ぶことはやっぱりプロゲーマーを目指すとか。うん、はい、じゃあプロゲーマーは、うん、あのデバイスをね、スポンサーにしていたりとかされるそうです。へー、はい、僕たちはまだ全然ついてないんですけど、うん、そういうのがあればいいなと思うんですけどね。プロの選手の方、うん、世界ランキング1位、うん、いくら獲得したりとかしてるでしょう。大体でいいです。これ1億とか、そういう感じだと思うんじゃないですか。うん、なんと世界1位のプロゲーマーなんと7億4000万とか稼いでます。2位で6億9000万、すげえ。3位で6億、一発で、一発っていうかまあ年間とかだと思うけど、まあ日本の方でも、うん、ペグさんっていう方が、うん、1億稼いだり、ね、あとは時戸さんっていう方が5400万稼いだり、うん、まあ、一番最初の e スポーツというかゲーム自体をプロゲーマーっていうのを引っ張った梅原大吾さんとかは2600万とか。養豚場ミックスは、うん、誰それ違う、ゲームの名前でしょ。うん、ということでフラッシュパーティーも e スポーツのスポンサーをやったことがあるんですね。うん、まあそうなんだ。はい、で、まあ、その e スポーツにフラッシュパーティーもどんどん参入していって欲しいなっていうのが僕の願望で、うん、たくさんそのね、その有名になってもらうのはやっぱりさ、 e スポーツとかでも知名度のある選手とかがさ、うん、フラッシュパーティーやって、ガードマン山ちゃんがやめちゃったけど荒野行動やってたりとかね。違うゲームの話でやめたね。ごめん間違えた。フラッシュパーティーだからね。そうだったよね。でフラッシュパーティー行動力はすごいあるんですよね。はい、急にスポンサー協賛したいと、プロの選手とかもどんどん今後輩出、有名な選手の方とか出ると思うんですよ。すごいね、人気な、どんどん人気になってきてるんですね。ユーザー数も増えていて、でやっぱりこのなんていうのかな、夢があっていいなと思います。ゲーム実況だったり、プロの選手、うん、e スポーツというものを通して、つながりが増えることによって、何？は？どうしたの？つながりが増えることによって、そう、でもすごい会社とかにある、すごい会社とかは、神や、すごい会社とかは、大会の賞金1億1000万とかだからね、日本でも。日本だったのかな。お相撲さんぐらいすごいね。うん、すごいよね。お相撲さんぐらい、お相撲さんのトップどうなんだろう、ね、じゃあどっちを目指すかって言ったらやっぱ e スポーツの方を目指しちゃうよね。お相撲さんよりもお相撲さん目指す。お相撲はい、待って、お相撲さんもスポーツe スポーツe スポーツ、はい、うまいこと言うな。はい、でまあプロリーグとかねたくさんあるんで、ゲームの会社がね売り上げが上がれば上がるほどそういうイベントとかも今後できるんじゃないかなと僕は思うわけですよ。うん、やっぱりそういうのでたくさんなんていうのか、新聞とかさ、記事とかさ、ニュースとかにもなってほしいですし、うん、メディアの媒体とか
うん、そうだね。あと、なんでで、そういう、じゃあ、せめてね、あの政治家の人に表彰してもらうとかはでも、いるんじゃないかな。今後政治家の方で e スポーツに力入れたいっていう政治家の方とかいると思うよ。あ、そうなの、うん、いると思う。 e スポーツからまああと10年20年とかしたらもうそういうね、世界あの作っていこうっていう。でも待って、それはさ、出てくる、もうワンチャン VR の中でそうなっとうかもしれんで、うん、VR の政治家で VR の中の政治家が e スポーツを、なんかすごい、うん、はい、VR の世界とかね、確かに夢ありますからね。そうだよね、自分が好きな格好、自分が好きなね、うん、そうだよ、遊べるっていうのはあります。うん、私は空飛びたいよね、とりあえず。ちっちゃい頃からの夢やねん、空飛ぶこと。まあ VR でやれば簡単にできるね。やりたいやりたい、ほんまに。フラッシュパーティーは爆発的に人気になりつつあります。はいはい。そもそも壊れてる。そもそも e スポーツの、うん、大会だったりとかが、うん、もう爆発的に人気になっていると。うん、これはやっぱりすごいこと、ね、うん、そうですね。世界で見たりしてもたくさんの企業がね参入していたり、国内のねスポーツ e スポーツすごい力を入れ始めているので、うん、どんどん力を入れてるので、うんうんうん、すごいんですよ本当に。もうバマンさんはさ、え、他の実況者だなんで、別にノバマンさんだってずっとヒカキンヒカキン言いまくってるよファンなんだよね。そうファンなの、のばまんさんの。全然関係ない全然なんかもうようわからんゲームして永久に笑ってるから、あの人ああとか言って、なんか地球にさハートぶつけてさ永久に笑ってんだよだからさ、うん、ワンちゃんさ、どこかの平行世界の地球は、e スポーツについてね語ってください。 e スポーツね、はい、フラッシュパーティーね、うん、今後フラッシュパーティーがどうなったら有名になると思いますか。いや、もっとそのだから、いや、あの CM 出したら、あ、広告打ったりとかってこと。あ、でも今そのなんだろう、テレビで CM 出したらいいと思う。そのなんだろう、テレビで CM、 確かに YouTube の広告、そのゲームの広告とかって効果自体は、ね、気になってタップしてダウンロードしたらなんか全然違う内容だったとかあるよね、確かに。あるあるある、ポケモンかもしれないみたいなやつがそういうのよりは、うん、うわー、確かにフラッシュパーティーね、広告もっと打った方がいいなとは確かに思うね。テレビとかいろんなとこでね、うん、それにはやっぱ売り上げが必要なんで、売り上げをどう上げるかってなったら、うん、まあ、ガチャガチャだったりとかユーザー数が増える。 Twitter とかでねフラッシュパーティーやってる方がたくさんみんなで拡散ねしちゃうってのは大事かなと思う。だから Twitter とかでもそのフラッシュパーティーのさ動画のイベントとか、うん、あったらすぐ盛り上がるんじゃないかなと思いますね。動画のイベント、なんかね削除イベントとかいろいろあるやん。ちょちょちょ、あのフラッシュパーティーの光みたいな、フラパの光みたいな、フラパのね、なんかそういうのがあればすごいのがあれば、うん、まだたくさんの方が参加 して拡散してみたいな。フラパのなんか絶好調とかね。フラパの絶好調、うん、え、どんなイベントだ。え、絶好調の人はもう本当にあの なんかすごい、あの絶好調って出てるねん、頭の上に。わかる？してくれないの？登録して、そして高評価を必ず押すことを願う、そして望む。SNS のよろしく頼むぜ。それからな、 SNS もう通知とかも全部ね、もうあれはね、もう相互フォローになっちゃって、フレンドになっちゃって、君たちは全部いいことになるよ、とっても。